そのうち見えるようになるのね。いきなりなんだけど、俺実は一度死んでるんだ。18歳の誕生日にゴーストハンター黒さんの仇でもあるガンマたちに倒され、謎の千人のおっちゃんの力でこの仮面ライダーゴーストになって蘇ったんだけど、ゴーストでいられる時間には99日という限りがあるんだ。それまでに英雄の目玉アイコンというアイテムを15個集めなければならないんだ。ガンマを集めアイコンを狙っている。だから俺たちはガンマを追ってるんだ。やつらガンマを見つけるには3つのキーワード、英雄に関係するもの、英雄への思いを持った人、そして目の紋章がヒットになる。目は古来より英知、そして全能の象徴であり、世界の断りを表す重要なものだ。それゆえアイコンには秘められたすごい力がある。英雄のアイコン15個を集まればその力で何でもできる。つまりお前も生き返ることができる。でもおっちゃん言ってたな、未だ成し得た者はいないって。ガンマは人間たちの夢と命を利用しガンマアイコンを生み出し、新しい仲間をこの世界にどんどん生み出そうとしてるんだ。でも安心してくれ、俺がいる限りみんなの命は必ず守るから。もしまたガンマたちを見かけたら俺に教えてくれ。約束だ。いいね。動けばこいつの命はないぞ。
卑怯だぞ。卑怯？笑わせるな。それは勝つ覚悟のない者が使う言い訳だ。勝つためにも我らは手段を選ばん。お前が我らと戦うのにふさわしい相手かどうか試してやろう。消えるその時まで俺は命を燃やし切る。
俺は俺を信じる。俺はもう迷わない。どうやら立ち直ったみたいだな。今度は奴らをギャブンと言わせてやろうぜ。みんなの応援のおかげでゴーストが見えるようになりました。みんなありがとう。ゴースト、みんなを守ってね。何がゴーストハンターだ。仮面ライダーゴーストなど我らの敵ではない。ガンマ愛好ももっと増やさねばならん。お忘れ向きに今日この会場にはたくさんの人間が集まっている。お前たちの中で頭脳明晰体力抜群な子供を選び出し、我らがテストを行う。だがその前に我らガンマとお前たちは今日ここで初めて会うから、初めて会ったら何をするか分かってみな。挨拶だ。俺の挨拶は至って簡単、シンプルイズベスト。腹に力を入れ一言を申すだけだ。これだけの人数がいるんだ、簡単にできるはずだ。それでは行くぞ。押す。なんだそのやる気のない挨拶は。子供の声がちらほら聞こえるが、大人の声が全く聞こえる。前の方に座っているのに黙ったままの、黙ったままのあなた、笑うとる場合ではない。この方一人だけでやっていただく。元気なオスを頼む。オス、オス、めちゃくちゃ微妙だ。拍手をしてやれよ。それではバラバラに行ってみよう。まずは会場に集まった父ちゃんだけで行こう。父ちゃん手を挙げろ。恥ずかしがってる場合ではない。一家の大黒柱を、父ちゃん、子供たちのお手本になるようなオスをだ。それでは行くぞ。オス。オス。お父さん最高だ。非常にいい。それでは次はお母様、お姉様。今日はお美しい方がたくさんお越しになられているようだ。さあ、お母様、お姉様、はい、手を挙げて、しっかりご協力お願いします。それでは行くぞ。お母様、お姉様、オス。非常によろしい。 C どころかよろ D ぐらいだな。それでは次は新内ちびっこだ。父ちゃん、母ちゃんに負けるんじゃないぞ。ちびっこ、押す。全然聞こえません。ちびっこ、押す。声が小さい。ちびっこ、押す。押す。やかましい。この会場に集まったちびっこは非常に元気があってよろしい。それでは今日のターゲットを発表する。今日のターゲットはズバリレッド。赤い色だ。赤い服、赤い靴、赤いほっぺの赤ちゃん、子供を二人ステージにさらってこい。さあ、しっかりとやめ。ガンマコマンド、オルガンマよ。いいか。